スタジオリバーサイド。はい、こんにちは、ギタリストの竹下敦です。今日ね、お茶の水の、黒沢垣さん行ってまいりました。こちらの、オルフェウスバレーギターズのネックの調整をしていただきました。はい、パチパチパチ、いい感じですね。結構ね、低音源のここら辺がね、これが弾きにくかったんですけど、すごく弾きやすくなりました。で、今日ね、ありがとう、お店行ったんですけど、先にね、いらっしゃってる、初老の、ギターを弾いてらっしゃる方がいらっしゃいまして、でお店の方が、結構マイナーなみたいな感じの、曲を弾いてらっしゃったんですね。で、ポッとギターを渡されまして、もうこれは癖なんだろうなと、誰かが弾いてると自分勝手に何かを弾き始めるんじゃなくて、それに合わせてみたいなのを弾いちゃうんですよね。これは癖です。はい、なんでそういう風になるかっていうと、その場を壊さないためにね、その方が思想されているんであれば、全く違う調のね曲を弾き始めちゃったら、その方はやっぱり嫌な思いをするじゃないですか、やっぱり耳に入ってきて。で、その方がちょっとしたこうアルペジオを弾いてらっしゃったんだってあれば、それに合わせてで合わせた方が、その場の空気が和むじゃないですか。で、その方もちらっとこっちを見て、なんか合わせていただいてありがとうございますみたいな感じになるんですけど、やっぱりね、全然他の方を気にしないお客さんっていうのもやっぱいるわけですよね。まあ、その幸い黒沢垣さんはね、そういうお客さんいないんですけど、特にクラシックギターの場合、繊細ですし、あんまり合奏することがない楽器なので、まあ正直自分勝手な方が多いといえば多いんです。で、まあ、あまりこう私がまあたまにしか寄らないようなお店でこう見てると、こっちでギター弾いちゃってるのに、なんでそっちで違う調の曲弾くかなみたいないうのを感じたりします。幸いね、私は黒沢垣さんで、ギターを買うことが多いんですが、そういったお客さんに合わないので、嫌な思いをせずに、ギターライフをエンジョイさせていただいております。担当していただいた方はね、短時間ですごく綺麗にネックの修正と、あと納豆ね、すごく、いい感じに形を作っていただいて、私は結構ね、丸く削っちゃうんですけど、まあ、多分これは提案されたんだと思いますけど、ちょっとエッジが立った感じの、こうナットの部分をね作って、で前のナットもケースの中に入れてきましたからっておっしゃられて、まあ両方比べてみてどうですかっていう提案だと思います。こういう感じの、
ナイスです。いいお仕事していただきました。ありがとうございます。これからもね、オールフェイスバレーギターズ大切に弾いていきたいと思います。それではギタリストの竹下敦史でした。